うわわ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 。はい、観光スポットである山王園地というところにやってきました。ここにはね、山王岩が有名で、この目の前にもね、すごい日本らしい風景が見えております。そして紅葉も見えておりまして、で反対側にはこう岩が、あれ狂いそうなね、この海なんだなっていう。はい、山王岩行きます。うわー、圧巻ですよね。もうね、これ肉眼で見るとちょっとこう足がすくむぐらいの迫力ありますよ。足を滑らせないようにしないと。こういうとこね、もう40超えたら油断するとこけますからね。わー、すごいすごいな、あれ下から見たら、うわ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 、あれはすごいな。すごいなぁ。荒れてきましたね。やっぱ旅すると結構こうやって階段登ったりとかねしますから、やっぱできるだけ体力があるうちに行っておいた方がいいですね。もう間違いない。これ自分が90歳になってから行けって言われてもね、行けないですからね。うわ、迫力あるなぁ。うわぁ、すげえ、すごい迫力。うわ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 、うわすごい。いやー、これはすごいわ。怖いもん、ちょっとね。この波がとんでもない大きさで来てたっていうことでしょ。ここもね、なんか囲いしてるけど水めっちゃ入ってきてますからね。いやー、すごい迫力だな。これがね、やっぱすごい風と地震とかで一気にこう来るって考えたらとてつもないですよね。